最大の問題は軍事大国家への流れの一環であり、今でもそうですが、国民の主権に取材報道の自由が制限され、国民からさらに真実が隠されることになります。で、私たちが非常に訴えたいのは、情報は誰のものなのかということであります。主権者である国民のものです。一握りの政治家や一握りの官僚のものではないということをこれ訴えます。国民が主権を持ち、基本的人権を持って、そして平和精神、このことに我々が力を合わせて国際社会に貢献をしていく、そのことが一番大事なんです。問題は、今この法律を作ろうとしている政府が考えているのは、行政目的を達したい、そのことに頭がいっぱいになっていて、実際にこれが刑罰として適用されたときにどういうことが起こるかということについて、全く感受性が欠けており、また想像力もないということなんです。今回この法案が目指そうとしているのは、集団的自衛権の体制づくりと密接に結びつき、秘密の塊を生み出し、立憲主義と憲法の平和原則を崩そうとしている点に最大の問題があります。特定秘密保護法を廃案。ぜひこの秘密保全法をとにかく、成立を阻止したいなと思って参加しました、はい、臨時国会、秋の臨時国会で、この短いね、国会で、それもその特別委員会っていう、要するに短期間で決めてしまおうというその委員会ですよね。そういうところでやっているということ自体が非常に不可解だし、それは国民に知らせないうちに、国民が知らないうちに、この秘密保全法の危険性をしっかりと認識しないうちに通してしまうんじゃないかと、非常にもう疑いの思いを持ってしておりますので、とにかく国民の皆さんに知ってもらいたいっていうのはすごくあります。いや、私たちはその国民の権利が奪われていく、いろんなところで奪われていくということは絶対反対の声を上げていく。さっきも言いましたけども、子どもたちに暗い将来を、物の言えない社会をですね、残したくはないという思いで、今日この雨の中でも頑張って来ました。国会議員の皆さんもそういう思いの人たちがだん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 多くなってきていると思いますし、国民も安倍政権のなんていうか怖さというか、このうさんくささが分かってきたのではないかと思ってます。